はい、どうも、久しぶりの、ちょっと、カップラーメン、まあ、辛口のね、カップラーメンを食べるという、動画を撮ろうかなと。いや、口内炎がしばらく長引いたからできなかったんだけど、さすがに口内炎中にね、激辛食べるとか、さすがに僕もそこまでド M じゃないんで、治ってきたんでね、完全に治ったんで、ちょっと今日はこれですね。わかるかな？これファミリーマートに売ってたんですけど、ね、ちょっとうまそうなんだよ、これ。覚醒激辛ゆず塩ラーメンということで、名前めちゃめちゃうまそうなんで、ただかなり辛いみたいな、激辛なんでね、覚醒って書いてあるんで、ちょっと今日はこれを食していこうかなと思います。ね、僕のね、この動画、チャンネル登録してくれてる人はね、あまり求めてない動画だと思うんですけど、知ってるよ、俺知ってるよ。再生回数でわかるもん。あ、こういうの僕、あまり求められてないんだなって、わかるんですけど、ちょっとやらせてくださいね。すいませんね。ね。さあ、ちょっと、中ね、開けていきますよ。うわ、なんか、すごいな、これ。あ、覚醒香り油。こんなんがね、蓋の上についてましたね。はい。いや、すごいな、見た目が。ああ、まあ、こんな感じ。いきましょう。お湯入れていきます。はい、ということでね、だいたい3分経ったかな？経ってないかな？ぐらいの感じですね。いや、食べていきましょう。というか、今あれなんですよ。ドラゴンクエストウォークっていうゲームの動画、寝起きで20分間ずっと喋りっぱなしで撮ってて、ちょっと軽く頭痛きてます。 寝起きでね、喋りすぎると頭が痛くなるというね、現象が起きるということが分かりましたね。その中で食べていきます。はい、行ってみましょう。あー、でも、あ、これ絶対うまそうな匂い。柚子のいい香りがするところにこのね、覚醒香り油、これを入れていきましょう。これどんなことなんだ？色がわからん。ああ、これ、すごい。これ色めちゃめちゃ赤い、これ。いやいや、すごいっす、この色が。わかる？この色。これよ。これ、この。これ、あ、でも別に辛い匂いではないな。あ、これ、匂いめちゃめちゃいいっす。激辛ゆず塩ラーメン。ゆず塩。まあ、見た目は辛そうな色はしてるんだけど、匂いめっちゃね、食欲をそそる。あ、これはちょっといいんじゃないか？しかも見た目結構うまそうだし、辛くなさそうだぞ、そんなに。匂いでは今までで一番うまそうっすね。俺、もしかしたら辛さ耐性ついたのかも。克服できたのかも。もしかして。その説あるよ。なんか余裕かもしんない、これ今回。じゃあ、いってきます。全然大丈夫じゃん、これ。あ、激辛とか言ってっけど、全然大丈夫だよ、これ。俺、激辛耐性ついたわ、絶対。辛いわ。辛い。
ちゃんと辛い。ただ、うまい。あれだね。俺が今まで食べてきた3個のカップラーメン。あ、カップラーメン、焼きそば、カップラーメンだったんですけど、全部うまいんですよ、結局。味として。うまい上で辛い。ただこの辛みなかったらもっとうまいんだけどね。ぶっちゃけだらし。辛みってさ、あの、嗅覚だからさ、味覚じゃないじゃん。痛みじゃん、これ。うん。うまい。しかも、辛いの苦手な俺が全然食べれるし、うまいと思って食べれてるから、おすすめですよ。激辛ゆず塩ラーメンとか言って、ちょっとね、このパッケージ怖いんだけど、激辛とか書いてあって。黒いし赤いし。そんな大したことないです、これに関しては。まあ、ちゃんと辛いよ。結構辛いんだけど、辛いの苦手な君でも、あ、君でも、は君でも、食べれる。おすすめ。ということでね、完食するまで取っちゃうとめっちゃ時間かかるから、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた、気になった商品があったらね、食べたいと。てか、言われてるコメントしてくれてるやつもね、一応探してはいるんだけど、どこにあったかわかんないから、ちょっと見つけ次第ね、コメントくれた食べ物、食べていこうかなと思います。